はい、こんにちは。今回は368話でほぼ確定してしまった妖精島崩壊の原因、そしてこの島でかつて何があったのかを魔女たちの発言も踏まえ改めて深掘りしていました。前回の考察とは少し違った解釈になりましたが、こちらの方が裏付けがあり面白い考察になったように思います。それでは行きましょう。これらはこの亀裂より生じたこの島を支える本来の主ともいえる存在だ。人の手には負えぬ、逃れよ。石泥と石砂を助けに来たドクロの騎士はこう言います。ドクロの騎士は彼らの正体を知っているようですね。石泥やセレピコの発言から断罪編で現れたアルビオンの怨霊たちと同じ類のようで、見た目も酷似していることから間違いはないと思うんですけど、改めてよく見るとビジュアルが少し違うんですよね。アルビオンの怨霊たちが人の顔をしている一方、368話の怨霊たちには光る目のようなものしかなく、少し人間とはかけ離れたものに見えますが、どうなんでしょうか。ウツヨと閣僚の均衡が保たれていたスケリグ島にゴッドハンドであるグリフィスが来訪したことによって、そのバランスは崩れ、地下深くに眠っていた彼らが目覚めた。こうなると妖精島の過去にはかなり血生臭い出来事があったと考えても良さそうですよね。これに関連しそうな発言がモルダから出ていました。41巻で彼女がシール家を連れエルフヘルムの渓谷を飛んでいると、無数のウィッカーマンが出てきます。ガッツたちが上陸した時に襲ってきた藁人形みたいなやつですね。昔この国が大陸の大きな国に攻められた時、捕まえた敵の兵士を生贄にしてこれをけしかけたんだってとモルダは説明します。エルフヘルムや魔女の里を含めたこの国とも取れる発言だけど、なんか無理があるように思います。まず歴史上のウィッカーマンとは、古代のガリア地方においてドルイドという祭司が行っていた儀式そのものを指し、巨大な人型の檻の中に人間を入れそのまま焼き殺すという人見悟空の一種で、古代ケルトの文化の一つです。モルダの言うことが事実なら、スケリグ島を攻めた国があるということ。ベルセルクの大国といえばミッドランドやチューダー、クシャーン帝国などが浮かんできますが、ロデリックの出身国イースも怪しいと思っています。海洋国であり造船技術にも長け、スケリグ島と距離的に遠くない位置にあることも踏まえるに、イースがかつてスケリグ島に兵を仕向けていた可能性もあながち間違いじゃないかもしれません。まあ閉鎖的な国だというロデリックの発言もあるのでグレーな感じはしますが、またクシャーンも実は一時期港の都市ブリタニスを支配下に置いていたことがあって、古くから軍戦術を持っていた事実も出ているので、クシャーンもありえそうですよね。自国の半島を広げることに注力していた大帝ガネシカの振る舞いから予想するに、昔からクシャーンが侵略的な軍事政策を行っていたことは想像に難くないですよね。368話に現れた怨霊がウィッカーマンの生贄にされた者たちや大国の侵略にあった際、その戦いで犠牲になった無数の人間たちだったとすると、あの地表全てを覆い尽くすレベルの怨霊って、相当規模のでかい戦いがスケリグ島で行われていた可能性があるってことですよね。パックの故郷はパラダイスというより、石泥が言うようにエルフヘルなのかもしれません。いやー、ギャグの中に真実を盛り込まれると分かりませんね。では攻められたスケリグ島にあった国、またはかつて住んでいた人たちとはどのような人種だったんでしょうか。順当にいけば魔女の国と考えられますが、ウィッカーマンはもともとケルトの儀式で、シール家やモルドたちヨーロッパ的魔女とはちょっと違うルーツを持っているように思います。生きた人間を生贄にするのはベルゼルクの魔女とは相入れないし、この血生臭い儀式を進んでやる人たちには考えられない。まあボルバーちゃんのような黒魔術や邪悪な術を扱う魔女たちがやってたかもしれませんが、魔女が住み出す以前、スケリグ島固有の自然神を信仰する国家や集団などが存在していたと仮定した方が違和感はなさそうです。実際ドルイドたちは森をあがめ、特に樹木を神聖視する習慣があり、その中でもヤドリギやカシノキは
ドルイドが率いるケルト人たちに崇め奉られていたことが分かっています。宿り木と呼ばれるぐらいですからね。ベルセルクでもエルフヘルムの大樹やレージュの森の木がそうです。まあ実際森先生ははっきり覚えていないエピソードはやらない、自分に語ったセリフやストーリーのみやると話しているので、三浦先生が構想していた新しい部族や民族の過去に時間を使うのかと考えると分かりませんが、木を崇める概念自体は日本を含め世界各地にあることですよね。一方ドクロの騎士のこの島の主という発言を踏まえて考えるに、人間というよりもっと根深い精霊や異界の生き物のような捉え方の方が的確かもしれません。妖精島の中心である渓谷はクリフォトに近いとシールケが言うような仮想が広がり、この島で何か悲劇的な出来事があったというより、もともとスケリク島が内包している一側面が怨霊として亀裂から暴れ出てしまった、その負の側面を抑えるための役目を巨大な霊樹が担っていたという方がしっくりきます。ガイゼリクが帝国を打ち立てた1000年前、そのもっと古い時代にはいわゆる多神教の世界が広がっていたことでしょうし、その時はまだ精霊や妖精、その他闇の生き物ですら住みやすい環境がベルセルク世界の各地にあったと思います。現実でもキリスト教がローマの国教として4世紀頃からヨーロッパを一神教の大きな流れへ誘導した過去がありますし、そのキリスト教の大きな影響によって魔女狩りがヨーロッパ各地で見られるようになり、土着の精霊や神々を異端として扱う精神的土壌が生まれたことで、ケルトやゲルマン、地中海に広がる多神教や精霊信仰などが影を潜めることになっていったという歴史的経過をベルセルクでも踏襲しているように思います。現在ミッドランドを中心に大陸で信奉されている唯一神は覇王ガイズリック、彼が治めていた帝国が滅びた後、法王朝が熱心に布教したことにより絶対的な宗教的価値観として大陸に広まっていったことでしょう。法王朝が自らの宗教を世界各地に伝播していく過程で、彼らの伝道師がスケリグ島に足を踏み入れたということは大いにあり得ると思います。その際、強制改宗とも取れる大胆な手段で島の人間に自分たちの信仰を押し付けるようなことになれば、抵抗は免れないでしょうし、島の人間対大陸の人間という構図で血生臭い戦いが繰り広げられたことでしょう。現実の歴史を見ても、大陸の人間が新たな土地や島に訪れた際、自国の宗教を押し付けるためにも多くの血が流れたということはありますし、アメリカ大陸に進出したスペインやポルトガルの記録を見れば一目瞭然です。前の動画で妖精島のモデルとしてスケリグ・ビヒールという実際に存在するアイルランドのことを挙げましたが、実はこの島832年にバイキングの襲来にあっていて、その後も何度か彼らの来襲に耐えているんですよね。当然死者は出ていることだろうと思うし、修道院の近くからは人間の遺体も発見されていて、ベルセルクのスケリグ島と同様暗い出来事が過去にあったのかもしれません。今回妖精島についていろいろ考察していましたが、まだまだいろんな可能性があるように思います。覇王ガイゼリックが攻め込んだなんてこともありえますし、この実在のスケリグ島では禁欲的な修道僧が過去に暮らしていたことが分かっているので、戦いによって亡くなったというより自然死や餓死者の埋葬の可能性もあるんですよね。9月9日金曜日のヤングアニマルに次の最新話が掲載されるので、そこでまたいろいろ分かるかもしれませんね。まあ謎が増えるかもしれませんが、それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。